青い空の彼方には見えない。はい、皆さんこんにちは、 BJ のウクレレ講座です。今回はですね、またまた、弦のお話なんですけども、ダダリオのこれですね、クリアナイロンです。ナイロン弦ですね、 EJ65 というシリーズなんですけども、これをですね、ソプラノのマーチンの S1、はい、このマホガニーボディのやつですね、これに貼ると BJ が探し求めていましたですね、古き良きウクレレの、ソプラノウクレレのマーチンのこの音が出たんですね。はい、ちょっとどんな音か弾いてみましょうか。オルカスのフロロカーボンもすごく合ってると思うんですけども、またそれよりもマイルドな感じで角の取れた太い音ですね、どちらかというと、まあ、リードにも合うのかな。でもバッキングにコード弾くのにすごく存在感のある、はい、こんな音ですね。この弦ですけども、たまたまテナーウクレレに貼ろうと思って買ったんですけど、テナーウクレレに貼るとカキカキで、太いんですね。でカッチカチの音で、全然あのウクレレらしい、 BJ が好きなウクレレらしい優しい音が出なかったんですね。テナーウクレレの弦はだいたいソプラノに貼るとぴったりくるというのがありまして、まあ、BJ の中でですよ。で試しに貼ってみたんですね。そしたらこの何とも言えない太い音ですね。テンション的にはオルカスのテナー弦張ったのと同じぐらいですけども、ただ太いです。はい、弦自体が太いですね。はい、ちなみにまあこのウクレレは今現行のモデルですね、ソプラノマホガニーボディのウクレレです。今でも新品で買えるというタイプなんですけども、なんか古き良き音がしますよね。そうすると気になったのが、本当に古き良きウクレレにこれを貼ったらどうなるのかということですよね。まああのフロロカーボンとかがなかった、ナイロン弦かブラックナイロンぐらいしかなかった時代のウクレレですね。それに貼ったらどうなるかというとことなんですね。はい、そう思って持ってきました。60年代のスタイル1ですね。スタイル1、まあだいたい50年ぐらい前のやつですけども、まあこんな感じですね。面白いことにですね、これすごい太い弦ですけども、まあその昔は太い弦しかもしかしたらなかったのかもわかんないっていうぐらいに、このブリッジの部分、あとナット、この両方ですね、この太い弦ぴったりはまるんですね。はい、入るのかなと思って一瞬どうだろうと思ったら、最近のウクレレの方が細い弦を張っているからか、この幅が狭いぐらいな感じ。まあ加工はいらないですよ。 S1 も加工いらずにつけれるんですけども、これの方がなんか太い弦を待ってましたみたいな感じの、に思いました。あの現場で聞くと音量はものすごい出てますこれ、はい、ただちょっとモコッとしてんのかなっていう感じですね。好みが分かれるところでしょうけども、 BJ は嫌いじゃないですけど、
はい、ナイロン弦もこのいろいろと、貼ってみると、まあ、古き良きウクレレの音ですよね。ブラックナイロンよりは響くので、まあ、なかなかいいんじゃないかなと思います。はい、割とこのウクレレらしいあったかい音が出るこれですね、 EJ65 テナー用をソプラノに貼ってます。これとこれに貼りましたが、ワンセットから2本分取れました。まあ、マーチンはコブを作ってここにピュッと引っ掛けて普通に巻くだけです。これだと全然余裕で2本分取れました。はい、こういう感じになっております。はい、皆さんも、これだけって決めずにいろいろ変えてみるとウクレレのキャラクターが変わってですね、気分も変わりますので、いろいろ試してみるといいと思います。で、試して取り替えるときにですね、この辺ブチブチブチって切っちゃう人がいるんですけど、切らずにですね丁寧に外して置いておく。そうすると貼ったときにあれなんか好みじゃないなと思ったら今までの弦を張り替えると。ブチブチブチって切っちゃうともう張り替え戻すことはできませんので、そういう風にしてウクレレを楽しんでいただくといいかと思います。はい、 DJ のウクレレ講座、今回は、ナイロン弦ですねをソプラノのマホガニーボディマーチンのウクレレに貼ってみました。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。雨が降って水の音、気持ちが癒される。土に染みて消えてゆく、表に残らない。静かにゆっくり時を待つ。